第1話、灯籠流し。小学生の頃、よく越瀬村という山奥にある村に遊びに行ってました。毎年夏になると、写真好きの父に連れられ村を訪れ、村外れにある川で泳ぐのを楽しみにしていました。私が小学4年生の夏、いつものように父にくっついて越瀬村の川に泳ぎに行きました。父は川から少し離れたところで珍しい花を見つけ、シャッターチャンスを伺っていました。その日は夏にしては風が強く、なかなか思うような写真が撮れないでいたのです。気温も上がらなかったため、川で泳いでいた私はすっかり冷えてしまい、そうそうと車の中で服に着替えてしまいました。父は相変わらず難しい顔をしてレンズを覗いています。つまらなかった私は、川上の方へ向かって河原を歩き出しました。セミの声とチャラチャラと流れる川の音以外、何も聞こえません。どれだけ歩いたでしょう。振り返ると、さっきまでいた場所がもう見えません。少し不安になり、そろそろ戻ろうかと考え始めました。その時、ゴロゴロという音とともに、空に暗雲が流れ込んできたのです。ぽつりぽつりと雫が落ちたかと思うと、すぐに大粒の雨が降ってきました。慌てて近くにあった木の茂る場所へ避難しました。早く止まないかなと不安になっていると、ふと背後でちょろちょろと水が流れる音がします。振り返ると、少し茂みへ入ったところに小川が流れていました。そこに何やら輝くものが流れていたんです。興味をそそられた私は、近くに行って見てみました。それは、小さな灯籠のようなものでした。ゆっくりと川下へ流れていきます。どこから来てるのだろう。またも好奇心をそそられて、今度はそれを追って小川の川上へと行ってしまったのです。しかし、木が生い茂ってる上、雨雲のせいで空は真っ暗。足元もよく見えず、何度も転びそうになりました。10分ほど歩いた時、前方で人のざわめきが聞こえてきました。軽く息を弾ませながら近寄ってみると、村の人たちが傘を差し、手に先ほどの灯籠を持って集まっていました。その中の一人が私に気づき、手招きをしたので行ってみると、傘と小さな灯籠を私に手渡し、一緒に祭りに参加しようというのです。そういえばお囃子の音が聞こえます。見ると丸宮神社と書かれた石の鳥居があり、境内には出店が出ています。子供たちが楽しげに狐の面をかぶってはしゃいでました。私も楽しくなってきて、一緒にお祭りに参加しました。と言っても、先ほど手渡された灯籠を川に流すだけですが、他の人と同じように灯籠を水面に置きました。しかし、私の灯籠だけが、少し流れた後にひっくり返ったのです。炎はジュー、とかすかな音を立てて消えてしまいました。その瞬間、あれだけ賑やかだった周りのざわめきがなくなってしまったのです。うるさいテレビを消した時のような、そんな急な静寂でした。びっくりして見渡すと、さっきまではしゃいでいた子供も、世間話をしていた老人も、楽しげに笑っていた夫婦も、みなさびしげな顔をして私を見ているのです。近くにいた老婆が無言で私の手を取り、その場から離れてしまいました。手を引かれるままに私は歩き続けました。どこまで行くのかな、そう思って顔を上げたとき、目の前には私が泳いでいたあの川があったのです。どうやら、ジグザグに歩いてるうちに戻ってきたようです。ふっと気がつくと、私の手を引いていた老婆の姿はありませんでした。さすがに怖くなってしまい、河原を走って逃げるようにその場から去りました。そんなに行かないうちに、父の車が見えてきました。車のそばでは父が私を探しています。お父さん、私の声を聞きほっとしたように父が手を振りました。と思ったら、ぎょっとした顔で指を差し尋ねるのです。その手に持ってるのは？それは先ほど祭りの村人に手渡された傘だったのですが、すでに傘としての役目を果たせないほどに破れまくり、骨が見えていたのです。父に今まであった出来事を伝えると、首をひねりながらこう言いました。雨なんて一度も降らなかったぞ。それに、その辺りで祭りなんてないと思う。あそこは随分と木が生い茂っていて、そんな人が大勢集まれるような場所ないと思うけどな。そんなはずはないと私は必死で抗議します。仕方ないなという感じで、父はある民家に連れて行ってくれました。そこは父がマルセ村を訪れた際、よく世間話をしたりお茶をご馳走になったりして、親しくしている方の家でした。そこに行き、私が行ったお祭りが本当にあるのか聞こうというのです。
家にいた中年の女性は、私たちを客間に通し麦茶を出してくれました。父が祭りのことを聞くと、母とつぶやき話してくれました。珍しいこともあるもんですね。それは多分バツバツバツですね。お盆近くになるとね、亡くなった方の霊が、丸宮神社に集まり祭りをするという伝説があるんです。小学生の頃、私の友達のちいちゃんという子も、その祭りに迷い込んだって言うんですよ。そこで灯籠を手渡されて、川に流したら沈んでしまったと。沈むということは、その人がまだ生きてるという印なんですよ。それで、仲間だと思ってた周りの幽霊たちががっかりしちゃうんですって。聞けば聞くほど、そのちいちゃんの体験は私と同じだった。迷い込む前に雨が降り出したこと、小川をたどって神社に着いたこと、村人に手を引かれて戻ってきたこと。小川はないけど、私のひいひいおじいさんの代くらいまでは、確かに丸宮神社はあそこにあったらしいのよ。でももともと小さな神社だったし、周りはあの通り生い茂ってるでしょう。そのうち誰も参拝しなくなったんですって。今もあるのかはわからないけど。私はやっと背筋に冷たいものを感じ始めた。あそこで賑やかに祭りに参加していた人たちは、みんなこの世のものではなかったんです。私の手を引き、こちらの世界まで誘ってくれたあの老婆もまた。と風鈴が涼しげな音を奏でた。ぼんやりと風鈴のある隣の部屋に目を向け、思わず叫んだ。そこには仏壇があり、家の人物は、私をこちらの世界まで連れてきてくれた老婆にそっくりだったのです。あれ、トメさん亡くなったんですか？父も驚いて仏壇に目をやった。ええ、もう半年以上前です。88歳、天寿を全うしたでしょう。線香をあげる父の隣に座り、私は家を眺めた。似てると思ったけど、少し違うような気もする。でもはっきり顔を見たわけじゃないし、断定はできない。あやふやだった。それどころか、祭りの記憶もなんだかおぼろげで、必死で思い出そうとしても記憶の画面にもやがかかってしまう。ただ、あのお囃子の音だけはしっかりと耳に残っていた。あれから何年も経ちました。あの一件があって以来、私が丸瀬村に行ったのは2回だけです。なんとか神社を見つけようと思ったんですけど、正確な位置を覚えてませんでした。村の人も、詳しく知ってる人はいませんでした。もう一度行きたいと思ってるのですが、残念ながら丸瀬村は、平成各々年、ダムに沈んでしまったのです。あの村の風景を見るのは、もう父の写真でしかないのですね。第2話、地雪、グロ注意です。全国的に随分雪が降ったね。俺の住んでいる田舎町、はっきり言ってど田舎、も、普段はあまり雪は降らないんだけど、今回は随分降った。で、2年前の、同じように雪がひどく降った時の話だ。その日俺は2階の部屋で1人寝ていた。俺の家はしょぼい専用農家で、50代の親父と母ちゃんと、俺の3人暮らしだ。まだ明け方前だけど、下の階で親父がガタガタ何か音を立てて、玄関から出ていくのを、俺は布団の中でうつらうつらしながら聞いていた。天気予報じゃ大雪になるって言ってたので、親父はビニールハウスが雪に潰されてないか心配で、まだ真っ暗な中を耳でかけたんだ。都会のサラリーマンも大変なんだろうけど、こういう時は農家も結構大変なんだ。もっとも、俺の方はこのクソ寒い中を付き合う気にはなれず、親父には悪いけど、そのままぬくぬく布団の中で寝続けてた。ところが、しばらくしたら家の前ギシギシと早足で雪を踏む音が近づいてきて、玄関がガラッと開いたかと思うと、ドタバタと家に駆け上がる足音が続き、親父が電話で。そう、丸々橋の上、救急車、若い女が首やら手首やら切って血まみれで。と叫んでる。ただごとじゃないと思って、俺が下に降りていくと、親父が血相変えて。橋の上で女が首切って自殺しかけているから、すぐに戻るぞ。という。俺は慌ててスウェットの上からジャンパーを引っかぶり、長靴に足を突っ込むと、親父と一緒に、まだ真っ暗で雪の降りしきる表に出た。親父に、要領を得ないので説明してくれ、と言うと、親父は歩きながら次のようなことを話してくれた。俺が思った通り、親父はビニールハウスを見に行くために家を出たそうだ。
ビニールハウスは、俺の家の近所の、小川に毛の生えた程度の川に架かった古いコンクリートの橋を渡った先にあるんだけど、この辺はど田舎なもんで、街灯は1キロに1本くらいしかなくて、夜は真っ暗闇に近いんだ。都会の人にはわからないかもしれないけど、ど田舎の夜の暗闇ってのは、本当にすごいものなんだ。で、親父が橋の近くまで来た時、その辺に1本だけある街灯の薄暗い光の中に、橋の上の欄干の脇で、誰かがうずくまっているのが見えたそうだ。近づくと、それはコートを着た長い髪の女だった。親父は、こんな時間にこんなところで何をしているのかといぶかしんだが、女が苦しんでいるようなので心配して。どうしたんですか？声をかけたそうだ。その時親父が女の足元を見ると、雪の上にぬらぬらしたどす黒い液体が広がっているのが見えた。驚いた親父が女の前にかがみ込むと、突然女は苦しそうなうめき声とともに顔を上げた。目をカッと見開いた女の顔は、口の周りや首の周りが血まみれで、右手に女物のカミソリが握られていたそうだ。女は苦しそうなうめき声を上げながら、そのカミソリを血まみれの首に当てて、そしてそれを一気にぐいっと引いた。湯気を立ててどす黒い液体が吹き出し、女の胸元や足元の雪を染めていく。親父は息が止まりそうになりながらも女からカミソリを奪い取り、それを川に投げ込んで、バカなことをするな。と怒鳴りつけて、急いで家まで救急車を呼びに戻ってきたというわけだ。だが、親父と二人で、闇の中を雪に足を取られながら橋に来てみると、街灯の薄暗い光の中に、女の姿はなかった。親父は、おい、どこにいるんだ。と女を呼んだが返事はなく、俺も辺りの闇を見回したが、人の気配はない。そして不思議なことに、女がうずくまっていたという辺りの雪には、親父の足跡しかなかった。川だ。俺は、女が川に飛び込んだんじゃないかと思い、雪に埋もれた土手の斜面を降りて探そうとした。だが、土手下は足元も見えないほどの暗闇に包まれていて、危険で降りられなかった。走行しているうちに、救急車が雪の中をもがくように到着し、また、駐在所の警官も原付バイクで転倒しそうになりながらやってきた。親父は警官に経緯を説明し、空もようやく白み始めたので、救急車の隊員も一緒に、周囲を探してみた。だが、周囲にも、膝までの深さしかない川の橋の下にも、女の姿はなかった。女の足跡もなく、それどころか、橋の上の雪には、わずかの血痕さえもなかった。夜が明けてからも、止む気配もない雪の中を1時間ほど探してみたが、女がいた形跡は何一つ見つけられなかった。拉致が開かないので、救急車は来た道を戻り、親父は警官と一緒に駐在所へ行くことにした。書類をまとめるために、事情を改めて聞かせてほしいとのことだった。俺は何とも言い難い気分で、一人家へ戻った。家に帰ると、母ちゃんが台所で朝飯の支度をしていた。体の芯まで冷えた俺は、すぐこたつに潜り込み、そのままの姿勢で先ほどまでの経過を母ちゃんに話した。母ちゃんは、君が悪いねえ。とか言いながら味噌汁作っていたが、ふと、台所の窓から外を見ながら、あれ、その女の人じゃないかね。と俺を呼んだ。俺は台所の窓に飛んで行ったが、窓から見えるのは降りしきる雪ばかりだった。私の見間違いかねえ。とぼやく母ちゃんを尻目に、俺は再びこたつに戻ろうとしたが、その時こたつが置いてある古い六畳間の窓の外から、ガラスに顔を近づけて、こっちを見ている女と視線がばったり合ってしまった。女は細面の青白い顔で髪が長く、そして口の周りと首の周りにべったり血がついていた。俺は体が凍りつき、頭の中が一瞬真っ白になったが、気がついた時には女の顔は消えていた。慌てて窓を開けて表を見たが、女の姿も、足跡もなかった。俺は迷った挙句、駐在所に電話を入れることにした。親子揃って頭がおかしくなったんじゃないかと言われそうでためらったのだけど、俺が見たのが幻や幽霊であったとしても、見たことは事実なのだ。受話器の向こうで何度か呼び出し音がした後、聞き慣れた声の警官が出た。俺が自分の名を告げると、警官は開口一番。なんだ、また出たってのか？と言ったので、俺は気遅れして、親父はまだそこにいるんですか、とだけ聞いた。親父はもう30分くらい前に駐在所を出た、とのことだった。俺は母ちゃんと、親父の帰りを待った。30分前に出てるなら、もうついていてもいい頃だ。だけど親父はなかなか帰ってこなかった。
俺は母ちゃんと二人で、冷めた朝飯を食いながら、親父はまっすぐビニールハウスを見に行ったんだろう、と話した。だけど、昼過ぎになっても戻ってこないので、俺はビニールハウスに親父を探しに行った。霊の橋まで来た時、やや新しい足跡が一人分、橋の上に続いているのが見えた。その足跡を目で追うと、それは橋の途中の、霊の女がうずくまっていたというあたりまで続き、そこで消えていた。その欄干の上の雪は半分ほど欠けていた。俺は欄干に近寄り、そこから川も見下ろした。真っ白な雪の土手に挟まれた川の、膝くらいまでしかない流水の中に、黒いジャンパー姿の長靴を履いた男がうつ伏せに倒れていた。俺は土手を走り降り、川に入っていった。うつ伏せに倒れている男は、親父だった。俺は必死に親父を土手に引きずり上げたけれど、すでに脈も呼吸も止まっていた。降りしきる雪の中を見上げると、川の対岸に、髪の長い、コート姿の女が、口、首、胸の周りを血で真っ赤に染めて、立っていた。女はすぐに、雪の中に消えた。俺は母ちゃんと二人、まだこの家に住んでいるが、あれ以来、雪の降る日は一歩も外に出なくなった。第3話、猫が鳴く。大学で初めて一人暮らしをした時に借りたアパートの話。俺は最初大学の寮に入ってたんだけど、共同生活がきつくなってきたので親に許可もらって、寮を出ることにした。ただ親から出された条件が、家賃は寮の時と同じ金額しか出さない、それ以上は自分で出せ、だった。今思えば、一人暮らしを諦めさせようとしてたんだろうな。でも俺はどうしても寮から出たかったんで、講義とバイトの合間に不動産巡りをして、理想的な物件を見つけた。築年数は20年と少々古いものの、2DK に風呂とトイレもついてて、家賃はもろもろ込みでなんと32,000円。この値段でユニットバスじゃない風呂トイレ付きというところに惹かれ、バイト増やさなくてもなんとかいけると思い、即契約した。あんまり安い物件だったから、友人からは曰く付きじゃね?と言われたが、不動産業者から特に説明はなし。入居の際に大家さんとも会って話したが、こっちからも何も言われなかった。何よりこの頃の俺は、幽霊とかいるんだったらマジ見てみたいわ、というやつだったので、むしろ湧くてかしながら入居した。で入居して1ヶ月近く経ってから、夜になるとやたらと猫の鳴き声が耳につくのに気がついた。繁殖期ってわけでもないのに、だいたい真夜中を過ぎたあたりから、窓の外でにゃーにゃーうるさい。そのうち壁の向こうからも聞こえるようになって、小屋隣の部屋の住人がこっそり飼ってんなと思った。ペット不可の物件だったけど、俺も動物は嫌いじゃなかったんで、まあ黙認した。むしろ実家の猫懐かしいもフリテー、とか和んでた。で時々、風呂場周辺がえらい水浸しになったりしてたけど、俺酔って体拭かずに風呂から上がったっけ?とか、洗濯機のホース外れたっけ?ってな具合で、特に疑問も持たずに暮らしてた。ただこぼれてる水はなんか臭くて、しかもサビが混じってるような濁った赤色で、拭き掃除のたびにタオルや雑巾を捨てないといけないのがちょっと憂鬱だった。大家さんに水漏れしてるみたいですけど?といったこともあるんだが、俺の上下の部屋に異常はなく、洗濯機の排水ホースを取り替えてみたりしたけどやっぱり時々水浸しになった。そのうち友人が泊まりに来るようになったんだけど、不思議なことに猫の鳴き声に反応するやつと、全く気にしないやつがいることが分かった。しかも鳴き声に反応したやつはみんな、次から泊まりに来なくなった。理由聞いてもはっきり言わないし、それで付き合いが悪くなったわけでもないので、これまたあんまり気にしなかった。ある日仲のいいとこから、部屋に泊めてほしいという連絡が来た。俺の住んでる地域で好きなバンドのコンサートがあって、チケットはなんとか取れたけど日帰りは難しく、なのに泊まる場所を確保できなかったそうだ。いとこが泊まる日は俺が友人の家に転がり込めばいいと思ったんで、宿泊を OK した。でコンサートが終わってから、いとこが俺の部屋に来た。結構遅い時間だったんで、俺も友人の家に行くのが面倒になって、結局そのまま部屋にいた。まあ子供の頃から互いに知ってる相手だし、別に問題はない。でも部屋に入った瞬間、いとこが。ゴミ溜めてる?なんか臭いよ。とか言ったので、さすがに恥ずかしいというか、微妙な気持ちになった。
そして真夜中を過ぎた頃、いつものように猫が鳴き始めた。いとこは猫大好きで、いとこの実家にも常に数匹の猫がいる。だから喜ぶかと思ったんだが、鳴き声を聞いているうちにいとこの顔色が少しずつ変わってきた。え？なんで赤ちゃんが泣いてるの？俺が住んでるのは単身者専用アパートで、学生が多い。赤ん坊なんているわけない。いとこに言われて、それまで猫だと思ってた声が、急に赤ん坊の泣き声に聞こえてきた。近所の赤ん坊じゃね？と言ったんだけど、いとこは納得しなかった。それどころか壁に耳をつけて泣き声がどこから聞こえるのか、確認し始めた。その結果。両隣じゃない。だと。ねえこれ、どう考えてもこの部屋から聞こえてくるんだけど。え？やだなぁ何言ってんだよつって笑ったけど、正直引きつった。マジでなんで今まで気がつかなかったのかわからない。猫みたいだけど猫じゃない声は確かに、よくよく気をつければこの部屋の中から聞こえてた。赤ん坊なんて思いもしなかったし、猫が泣いているという思い込みが、今まで状況を不自然に思わせなかったわけだ。鳴き声は正確には、部屋というよりは風呂場のあたりから聞こえてくるような気がする。気は進まなかったけど、いとこが怖くて風呂に入れないっていうので、見に行った。するとやっぱりというか、風呂の脱衣所が水浸しになってた。しかも水が濁ってる。赤い。おまけに生臭い。思わず冷え、なんて声が出て、俺のその声に、いとこが様子を見にやってきた。何これ？サビ？血？床に広がる赤い水たまりを見たいとこがつぶやいた。泣き声はいつの間にか止んでる。いとこが。床拭かないと、いらないタオルとかある？とか言いながら、脱衣所に入ってきた。そしたら閉めてたはずの、風呂場のガラス戸がほんの少しだけ開いた。俺もいとこも、ガラス戸からは離れてたのにな。風呂場の窓でも開いてて、風で開いたのかと思ったけど違ってた。細く開いた隙間から、白い小さい赤ん坊みたいな指が見えた。小さい爪に血の塊がこびりついて、床をカリカリやってる。怖かった。でもここで騒いだらいとこが余計に怖がる。俺一人で片付けるからあっちでテレビでも見ててくれと言おうとしたら、途端にガラス戸がすっごい音を立てて勢いよく開いた。ママって、猫の鳴き声が混じったような、子供の声が響いた。風呂場の中にすごいのがいた。赤ん坊の皮をかぶった、ブヨブヨした白い芋虫みたいなの。それがタイルに広がった赤い水たまりに浸かって泣いてた。こっちに来ようとしてたんだけど、風呂場の敷居が乗り越えられなくてジタバタしてた。いとこと俺、脱衣所から飛び出した。部屋に戻ったら声は聞こえなくなってたんだけど、いとこが泣き出して。もうやだ帰る。状態になった。俺もさすがにこれはないわ。となったんで、サークルの女友達に連絡取って、いとこをそっちに泊めてもらう手配をした。俺も、もともと転がり込む予定だった友人のアパートに逃げ込んだ。いとこはもう一泊して近場の観光する予定だったけど、次の日速攻で帰って行った。いとこを送り出してから、俺は自分のアパートに戻った。一人で戻るのは怖かったんで、事情を話して泊めてくれた友人に付き添ってもらった。そしたら今度は、別のものが見えた。玄関開けた左手が風呂場になるんだけど、風呂場から這い出す半透明の女が廊下を横切っていった。女が張った後に、あの濁った赤い水たまりが残ってた。這いずる女の姿が消えてから、俺は半泣きになりながら床を拭いた。友人が手伝ってくれたんで助かった。まあ俺は結局、大学卒業するまでそこに住んだけど。最初は部屋探ししたんだけど、なかなかいいのが見つからなくて、もうしょうがなく。でもあの日以降、猫みたいな鳴き声も赤い水たまり現象も起こらなかった。さすがにもう一度経験したら、どんなに無理してでも引っ越してたと思う。いとこが来た夜はそんな経緯もあってバタバタしたんで、俺は片付けを済ませてから、両隣と上下の部屋に謝りに行った。そしたらどの部屋の住人も、ああ、みたいな反応するんだよな。本当ならこのアパート、一部屋6万以上するらしい。そりゃこんなのが出るんなら、半額にもなるだろうと思った。俺はこの頃コンビニでバイトしてたんだけど、そこの常連のお客の一人が、このアパートのことを知っていた。俺が問題の部屋に住んでることは言わずに、それとなく話を聞いてみた。すると、あのアパートはもともと独身女性用のものだったが、
できたばかりの頃に問題の部屋で未婚の女性が出産し、生まれたばかりの赤ん坊を風呂場に置き去りにして逃亡するということがあったらしい。でも赤ん坊は生まれて半日後ぐらいに無事保護されたらしく、死人は出てないそうだ。しかしその後、その部屋では色々あったらしい。自殺未遂とか夜逃げとか。夜逃げした住人の荷物を業者が片付けてると、押し入れの中から赤ん坊の骨を入れた骨壺が出たこともあるそうだ。本当かどうかわからんけど。まずは死人が出ないんだけどトラブルが続出する部屋、ということで有名になったらしい。だったら俺が見たものは何だろうな?という疑問が残るわけだが、幽霊じゃなくても、悲惨な記憶みたいなものが残るってことはあるんだろうか。俺が大学卒業した後でこのアパートは取り壊されたんで、今はもう残ってないけどな。第4話、記載、動物好き注意です。20年前、人口100人くらいの島の人と教授の研究のため、何年もかけて交流したことがある。祭りの時期に合わせて1ヶ月泊まりで教授の聞き取り調査なんかに同行した。でもほとんど島の子供と遊んでただけ。何にもない島で、島の半分がお墓だからということで、その部分には島の子供は絶対に近寄らない。海がすごく綺麗で、島と島の間に干潮時は道ができて歩いて渡れる、すごく綺麗で夢のような場所だった。その島では、記載があり、夜通し村の男の人がお面をかぶって白い衣装を着て、太鼓のようなものを叩きながら松明を持って村中を練り歩く。教授から、この祭りの夜は絶対に一人で外に行ってはいけない。宿なんかないから船着き場の一室に寝泊まりしていたんだけど、鍵をかけて、誰か来ても絶対に入れたらいけないと念を押されていた。私たちの部屋には、一緒に行ってた男の子3人と、村の小学生の女の子2人と、私とあと2人の女の子がいた。窓にはガラスが入ってなくて格子だけがあったから、外を歩いてる人の姿をチラチラと見ることはできる。昼間に船に乗せて漁に連れて行ってくれたり、他の日の夜に地元料理を教えてくれたりした R さん、40代のおじさん、当時私は10代、の声で、部屋のドアを開けろと言われた。シャワー室があったんだけど、そこの窓から手を入れたり松明を投げ入れられたりした。優しい R さんの変貌ぶりに女の子みんなでガクブルしてた。一人の女の子が、あまりの怖さに教授とその他の男の子を呼んでくる、と外に飛び出していった。その子を T ちゃんとする。T ちゃんが飛び出していった後急いでドアを閉めて鍵をかけた。T ちゃんはすごく可愛い顔をした子で、R さんの狙いは T ちゃんだったみたいで、彼は T ちゃんを追いかけていった。R さんと一緒に来てた何人かの男の人も、一緒に追いかけていったから、船着き場はシーンとなった。村は、車が入れないような狭い路地がたくさん入り組んでいるような場所で、誰かと鉢合わせすると逃げられない。村には街灯なんかもない。村人が持ってる松明の明かりだけが頼り。でもそのおかげで、松明の明かりが近づくと人がいるってことで、物陰に身を潜めてやり過ごすことができたんだそう。祭りのクライマックスは、村の真ん中にある祠に祈祷師が入っていて、祭りの間中何かを記念するんだけど、その神託が降りた時。その神託が降りたら、村の女性みんなでその祠を囲って一晩中踊り狂う。その間中、男たちは松明を持って村を歩いてる。私は T ちゃんが心配になって、男の子2人と一緒に外に出た。その時影に隠れてた村の人が出てきて、私を見て、きっと言ったのが印象深い。祭りをにこやかに楽しんでいた教授は、部屋の外に出てきてた T ちゃんを見つけて血相変えて怒ってた。私たちも後で合流して、祭りが終わるまで T ちゃんと私を教授と男の子で囲んで座ってた。お酒や料理をいただいて村人とほがらかに話してた男の子や教授を見て、なんで部屋から出るなって言ったのかな?なんて思ってた。でも、お面かぶった村人を、絶対に T ちゃんや私に近づけなかった。後から教授と一緒に祭りに参加してた男の人に、あの祭りの時は、男性が女性を無理やり犯してもいい日なんだと聞いた。だから、女の子には外に出るなと言われていたみたい。小学生の女の子は地元の子だったけど、そういえばその子たちのお母さんたちは深刻な顔で、うちの教授に頭を下げていたのを思い出した。
怖いのが、その祭りの日に身ごもった子供は、名前も付けられずに戸籍も作られずに、島の半分のあるところで育てられて、一生差別されて生きるとか。狭い島で、上も下もなく、人がみんな50歩100歩の村で生きていくことは人間にはできないから、そうやって差別される人間を作ることで精神の安定を図っていたと聞いた。今はそういう子供たちはいないらしいけど、ほんの50年前まではいたとか。人間って怖いなぁと思った。この話、書いていいのかどうか迷ったけど、もっと詳しい人いないかな?と思ったので投下してみる。20年ずっと心に引っかかってたんだ。ちなみに、教授の手伝いしてたのは男の子だけで、その彼女たちがついてきてただけなので、女性陣は何にも知らなかったんだ。手伝い男子は6人から8人いたと思う。その彼女たちが調査旅行についてったって感じ。男だけじゃ、村の人が警戒するからとかいう理由だった気がする。知人というか元彼で、一緒に行った人たち&元彼が先輩だったのと、女の子たちはそれぞれが友人というわけではないので、その後連絡とか取ってないです。私は2年続けて行ったけど、彼氏が卒業したので行かなくなったし、バカでかい学校だったので他の参加者とすれ違うこともなかった。元彼にも詳しい話を聞こうとするとあまりいい顔しなかったので。単位くれるというから男子たちは手伝いに行ってたみたいです。村の女の子を大事とは教授は思ってなかったです。学生と一緒にいさせてもまあ構いませんよくらいの軽い感じ。研究対象者の村の人の機嫌を損ねるようなことはしないだろうなと思いました。隠された風習をそう簡単に外部の人に漏らすことはしないでしょうから、教授は何年もかけて信頼関係を作ってたんだと思います。女子たちが船着き場に残されて怖い思いをするのがわかっているけど何も言わなかったのは、変に知恵をつけさせてしまって、何も知らない学生に嗅ぎ回られたり騒がれたくなかったためだと思います。村の人を学生が警戒したりしたら不況買いますもんね。翌年にもう一度参加した時は、事情を知ってる子ばっかりだったので、祭りの日以外は村の人と何事もなかったかのように宴会や漁をしたり、スキューバに連れてってもらったりしました。そうそう、歓迎の宴と言って、その瞬間まで可愛いと撫でていたヤギを目の前で締められ、ヤギ肉のスープを振る舞われたのは精神的にきつかったです。食べれなくて、教授に村の人に失礼だと言って叱られました。今思うと教授の人間性にゾッとします。缶詰を教授したのは、勝手知ったる土地でもなく、善意の人が期待できる都会でもない一周何キロという人口少ない島で、異様な雰囲気の夜に出ていくことの方がありえませんでした。誰も信用できないし訳がわからない恐怖の一晩でしたね。缶詰を言い渡されたのではなく、おのずと閉じこもった感じです。出かける派に、危ないから出るなと言われただけでした。20年前というのはフェイクです。そんな年齢じゃなかった。まあ、10年弱から20年前までの話です。ヤギ、毛とか生えてて食べれたものじゃなかったですが、肉というのは離島の人にとっては貴重な食料でしたから、私の取った行動は本当に失礼でした。でもヤギが締められた時のいいっていう甲高い鳴き声と、青く透き通った海にコンクリを伝って流れ込むヤギの赤い血が忘れられません。海には黄色やオレンジやブルーの熱帯魚がひらひらと泳いでいて、水深何メートルもあるのに海の底の白さまで見える本当に綺麗な島でした。あの時一緒に行った人、見てないかな。第5話、インドネシアの海野。大学の夏休みに、短期ボランティアで東南アジアに行った時の話です。俺たちのグループはベトナム、カンボジアと来て最後にインドネシアへ向かった。滞在は2週間ほどで、最初は市街地で活動していたんだが、ラスト5日ほどは地方で学校の手伝いをすることになった。そこはジャングルの中のデコボコ道を車で3時間以上走ったところにある集落で、人口は1000人ほど。でも学校は思ったより立派だった。近隣の集落からも子供たちが通ってくるかららしい。学校に隣接している宿舎が俺たちの寝床で、そこには欧米のボランティア団体も滞在していた。部屋割りは2人1部屋になるんだが、せっかくだからというので欧米人たちとペアを組もうということになった。俺と相部屋になったのはジョージというオランダ人だった。背が高くがっしりとした体格で、
顔つきも何かゴツゴツして怖そうでとっつきにくいかなと思ったけど、話してみたらフレンドリーだったので一安心した。AKB 話で盛り上がった。ちなみに部屋はベッドが2つ並んでいるだけの殺風景な代物。そして会議はその夜から始まった。初日から力仕事の連続で、俺はヘトヘトになってベッドに倒れ込んだ。寝る前の日課だとか言って腕立て伏せしてるジョージと言葉を交わしてるうちに、眠り込んだようだった。確か9時頃だったと思う。ところが、急に目が覚めた。周りは真っ暗。枕元の腕時計を見ようと首を動かそうとして、同時に2つのことに気づいた。まず首が動かない。というか体が全く動かない。金縛り状態。そしてベッドの脇に誰かいる。立って俺を見下ろしている。暗くてよくわからないが半裸で布のようなものを腰にまとっていた。胸が平らなので男だと思った。顔は暗くて見えない。と、その男がグググッと姿勢を前に倒してきた。俺の顔を覗き込もうとしているらしい。それとともに暗かった顔の輪郭が徐々に見え始める。俺は必死に目をそらした。しかし首が動かないので視界の左側にしっかり男が入り込んでいる。顔を見てしまう。紫がかって正気のない表情。目鼻立ちは現地人っぽくくっきりとしている。見たくないのに眼球が吸い寄せられるようにピントを合わせる。目と目があった。そのまま微動だにしない。男の顔が少しずつ大きくなっていくように感じる。やばい。このままじゃ殺される。心に突き刺さるような恐怖を感じた。俺はそのまま気を失ったようだった。翌朝、目が覚めてすぐ部屋の中を見渡したが変わったことは何もない。ジョージも気持ちよさそうに寝てる。俺はジョージを起こして昨晩何か起こらなかったかと聞いたが、何もなかったとの返事。昨日あったことを話すと夢でも見たんだろと笑われた。朝飯の時に他のメンバーの前でも話したんだが、そこでの反応も似たり寄ったりで、なんだか些細なことで騒いでるみたいで恥ずかしくなった。その日も初日に輪をかけたような重労働で俺はすぐ寝入った。急に目が覚めた。暗い。時計を見ようとして首が動かない。そして男が、両側にいる。左側に半裸の男。そして右側には小柄な人影が見えた。右側はすぐ壁のはずなのに、確かにそこに佇んでいるのだ。もやがかかっているようだがどうも老人のようだ。と、老人が鏡込んできた。それに合わせたように眼球が動く。嫌だ。見たくない。見たくないのに。赤黒くシワだらけの顔に目、鼻、口。ポツンポツンと穴が開いている。口とおぼしき部分が何やらうごめいていた。俺を見ながら何か言っているのか。頬にひんやりとした冷気が当たった。顔の周りだけ温度が違う。左側の男もいつの間にか前鏡になっている。老人の顔がさらに近づいてきて。気がついたら朝だった。その朝もジョージに確かめたがやはり何もなかったとのこと。朝飯の時に今度は二人になったと言ってみたが、またも失笑を買うだけだった。一緒に食事していた現地のスタッフは心配そうに気遣ってくれたが、彼女も何もわからないようだった。その時ジョージが笑いながらこんなことを言った。お前日本人だから恨まれてるんだよ。昔日本軍がインドネシアでどんなひどいことをしたか知らないわけじゃないだろ。それを聞いて俺は笑えなかった。そうかもしれないとの思いが頭をかすめた。ふとインドネシア人の子を見ると眉を潜めて俺とジョージを見比べていた。その日は今までと比べて肉体労働は少なく、ジョージと夜中まで喋った。ジョージたちの団体は明日引き上げることになっており、彼はやっと文明社会へ帰れると喜んでいた。俺も寝るのが億劫だったこともあり、その夜は1時過ぎくらいまで起きていた。やはり目が覚めた。直後に恐怖が襲ってくる。ベッドの周りを黒い人影に囲まれていた。大きさはまちまちで半裸の人がちらほら見えた。子供もいた。俺が目を覚ますのを待っていたかのように一斉に鏡込んできた。視界に覆いかぶさってくる顔、青黒い顔、紫の顔、白い顔、しかし無表情なのは同じだ。睨んでいるというのではないが、とても静止できない。もうダメだと思った。見えるのは顔だけ。おじけが体中を駆け巡ってもうどうにもならなかった。しかも前二晩と違って一向に気が遠くならない。今夜が最後なんだと悟った。もう行くところまで行ってしまうんだと。俺は口の中で謝罪の言葉を繰り返した。戦争の時ごめんなさい、日本軍がごめんなさい。迫る顔は止まらない。
そして顔がぬちゃーっとした感触に包まれた。その時、なぜか口が開いて息がはーっと漏れた。そのまま息が吸えなくなってやっと意識を失えた。その日の朝は恐怖が生々しく残っていてひどく気分が悪かった。常時に顔色が真っ白だと言われた。俺の様子を見て他のメンバーもさすがに心配になったらしく、今日は休んだ方がいいと口々に言ってくれた。しかし部屋にいるよりも働いていた方が気が紛れるからと断り、その日はインドネシア人の女の子たちと一緒に食事係をすることになった。常時たちは昼過ぎに出発したが、去り際俺に向かって。お前のじいさんかひいじいさんがこの村の人たちを虐殺したんじゃないか？日本は過去の過ちに真摯に向き合わないといけない。なんてことを大真面目な顔で言った。後から思い出すとひどい暴言なのだが、その時はそれもあり得るかもと思っていた。でないと他の日本人に何も起きていないことの説明がつかないじゃないかと。俺のそばにいてジョージの言葉を聞いたインドネシアの子は、なんとも複雑そうな表情を浮かべていた。俺は申し訳ない気持ちになってしまってどうにも居心地が悪かった。そして4日目の夜、インドネシアで過ごす最後の夜だ。明日になれば日本へ帰れる。しかし、今夜はあの部屋に一人で眠らなければならない。誰かに一緒に寝てもらおうかとも思ったが、女の子じゃあるまいしプライドが邪魔して言い出せなかった。いっそ徹夜しようとも思った。帰りの車内や飛行機で寝ればいいからと。しかし1時半頃になると疲労感がどっと襲ってきて強烈な睡魔に襲われ、ダメだと思いながら眠りに落ちていった。目を覚ましたら朝だった。何も起きなかった。夢も見なかった。俺はベッドに上半身を起こしたまましばらくぼんやりとしていた。特に気分が悪いわけでもなく、久しぶりに気持ちのいい朝だった。朝飯の後現地のスタッフとお別れセレモニーがあったのだが、その時前日一緒に作業した女の子が昨夜のことを尋ねてきたから、何もなかったと告げると妙に納得したようにうなずいた。俺が何か心当たりがあるのかと聞くと、女の子は声を潜めて、あなたは許されたんだと思う。と言った。どういうことかとなおも訳を聞くと、あなたは恨まれていたんじゃなくて、改められていた。改められた？そう、あなたも含めるべきか否か。含めるって？日本軍はインドネシアでひどいことをしたとあの人は言ったけど、オランダはもっとひどいことをした。あ、え、まさか。あの人は決まっていた。改めるまでもなかった。今更のように背筋王冠が這い上がっていった。最後の夜何もなかった理由が分かった気がした。言ったのだ。おいて。